おはようございます。水チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は何だ、あ、カメラモード、今日は10月29日ですね、土曜日になります。今朝6時20分ですね。ここは小田原にある早川港ですね。よくみかん高弘さんとかの動画でよく釣りに来られてる場所かな。私ここ遥か昔に来たぐらいで、もまだ20代とかちょっと、まあいつも通りヘチってみようかなと思います。磯目って一応カニ使うかな。あとあとオキアミみたいなのもあるんで、まあ、それでやってみます。いや初めての釣り場はワクワクするね。なんか釣れないかね。とりあえずじゃあ青磯さんで鷹の葉台とか何畑とか釣ったことないやつ釣れたら嬉しくね。よいしょ。とりあえずこういう隙間産業を狙ってみましょうか。あ、絡んでない。やめてくれや、そういう出番の続きをあんまり踏んでくれ。カサゴとかコンカね。あれ餌かじられたな。なんかおるちっちゃいのおるな。これあーなんかちっちゃいのおるな。あーベタっぽいのおるね。釣り針じゃダメなんだね。あーなんかいるな。兄貴やべっす。北枕います。なんか来たよ。あ、はい、来ました。何このカニ、見たことない。なんか、すいません、なんか見たことないカニが釣れました、ほら。なんか赤。さすが、普段行かないね。何これ、かっこよ。何これ、かっこよ。ちょっとスマホで撮ろう。何これかっこよ。いかついね。ほら顔にさ、こう、おお、怖え、なんか動きが怖え。あっ、怖え、でもなんかすげえトゲトゲ。やばー。ちょっとやばー。ちょっと待って。あ、針さえ返してくれればいい。ちょっとキモい。足高雲みたいで怖え。はいはい、もういい、気持ち悪いからもういい。足高雲だ、足高雲。ちょっとこれあれだね、コバリとスピニウムいいかもしれないな。最悪ちょっと取り行った方がいいかもしれないな。お、なんかさ、なんだ。あ、はい、なんか、これが噂のなんだっけ、これなんだっけ、これいや、どうのやつなんだっけ。うちらあんま釣らないんじゃないかな。なんつったっけ、これ
あ、そう、念仏台だ、念仏台。ここまで行って落ちないのは、まあ、こいつの判断だろうけど。落ちた。落ちた、落ちた。はい、笹の葉べら、一緒に。ダメ、絶対。ここさ、鉄板のとこ、向こう階段にあるスロープなのよ。登るかなと思って滑った。時間は言うたわ、ここは。あ、笹の葉べらってことや。うん、行って、これ内湾というんですかね、かなり深いな。一応今カニを落としてみたんですが、どうでしょうか。なんか前に YouTube から見たところ、この中の隅っこで釣りしてる人いたけど、ね、釣りしていい雰囲気だなとは入んなかったんですよね。まあ夢山テーブルでしょ。今中潮の満潮のちょっと前ぐらいですね。7時46分が1回目の満潮だな。なるほど、ほのほの。他の肌って感じ込んだな。さっき鷹の肌いたんですよね。鷹の肌釣りてぇなぁ。クルダね。クルダはいねぇなぁ。あ、次つけて、前、明るくなったら指つけてみる。あれ、一番そこの方にで、ちょっとでかめ、あ、鷹の肌いる。カニで食うか、カニで、さ、鷹の肌でカニ食うイメージないけど。鷹の肌で昔どこだったっけな。ああ、すげえ、熱帯魚いっぱいいんじゃん。チョウチョウいるね。ね。すげえ綺麗。何ちょちょかわかんないけど、2、3種類いるじゃない、ほら。うん？何？ L 字何？もう 見る分にはいねえけど、岩の隙間とかにいいかもしれない。結構バケツとかいろいろ沈んでるから気をつけないと、引っ掛けるとめんどくさいね。いいんじゃねえか。トゥー。ああ、また笹の葉べら。あ、でも針ちっちゃくすると小物はいっぱい釣れるね。ベラシだな。まあね、忘れたな。もう変わんな。ああ、やっぱりまた下枕しだ。ちょっとデカめ下枕し。いい引きはするよ。でか。あれね、長が釣れないんだよね。いや、すげえ。ギャポギャポいってるわ。そう、釣れない。
よっしゃ、止まった。おお、すごい人ないね。でもやったー磯目だよ。やりました、鷹の肌やっちゃいました。やったくそー、しかしちょっとヒットシーンからの動画撮れなかった。悔しい、なんかしないけど回ってなかったきっちり袖が4号によくかってくれて、かん抜きにちゃんと上がってるわ。よいしょ、詰めて、やったー、やったー、嬉しい。うん、そういう気ないよね。まあな、写真撮るか、写真ちって言うなよ、おい。お前、俺がないと心小さいねとか言うくせになんだよ。そうなんですか、自分さえ釣れりゃいいんですか。一応ちょっと重さを、多分20センチぐらいだろうけど。よいしょ、26センチぐらいかな。綺麗だね。昔一時飼っとったんだよな。26センチだね。イエーイ、やりました。じゃあリリースするよ。はい、バイバイ。いい引きしたよ。勝手なやつだな。あ、ダメだ、じゃあ取られてるわ。はい、じゃあ水中カメラね、水中撮影をしちゃいます。結構カメラの位置悪いな。ちょっと長いかな。よいしょ、ちょっと広げとくとね。あ、まあ一応この説明なんですけど、これこのアルミのチャンネルね、ここに針金なんですよ。ここにこうあるってことは、こうこれで光った時にこう引っかかりにくいタイプね、これでね。うん、まあそのために一応やってるんですけど、ここはあのシリコンのチューブでカバーしております。よいしょ、はい、じゃあ一人で、あ、蝶々を取れたらいいな。またベラかい。ベラ、ベラ、あ、これも笹の葉ベラ系だよね。うん、やったいやっかだ。岩礁帯ってくる。全然ね、可能性大。